読売ジャイアンツ。さあ、そしてバッターボックスにはビシエドが入っています。さあ、一打先制のチャンス。まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。初球打ち、ショートの左抜けました。一気にレフトへ。打席には源田が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制。ライト前ヒット。さあ、西さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですけどね、まあそうは言ってられないですが、とにかく塁に出なきゃいけないですよね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました、ジャイアンツ。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ジャストミート、レフト線深いところ、フェアになった。二塁へ送球、バッターランナーは二塁到達。さあ、サヨナラのランナーも出塁します。西さん、ここはスクイズはありますか。まあ、普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。なるほど、さあどう来るか。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか、ホームイン、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。